鉄道学校とは、交通や鉄道についての事柄を学ぶ、専門学科などがある学校の総称である。2020年現在、日本には鉄道について学ぶ学校が高等学校2校、短期大学1校、専門学校21校があるが、このうち高等学校2校を指して言うことが多い。一種の職業高等学校と言われることもある。岩倉高等学校賞は鉄道高等学校。 いずれも現在は東京とのみに設置されている。学部は営業課と危機器課と分かれていたが、後に鉄道課に統合。その下に営業学科、危機器学科を設置、再編された。東京交通短期大学運輸課東京。観光専門学校専門学校日本鉄道スポーツビジネスカレッジ。専門学校日本鉄道,スポ,ス,本鉄道スポーツビジネスカレッジ21。 東京 IT プログラミング会計専門学校大阪 IT プログラミング会計専門学校ホスピタリティツーリズム専門学校ホスピタリティ,ツーリ,リティツーリズム専門学校大阪大原防紀専門学校鉄道サービスコースを東京校、高崎校、水戸校,神戸校、甲府校、松本校、新潟校、福井校、金沢校を設置公務員課内に資格取得 公務員コース内に観光、鉄道専攻を設置。名古屋観光専門学校大阪観光専門、学校阪神自動車、航空鉄道専門学校寸大観光&、外語ビジネス専門学校九州観光専門、学校専門学校、西鉄国際ビジネスカレッジ、東京エアトラベルホテル専門学校国際トラベル、ホテル、 ブライダル専門学校上野法律ビジネス専門学校寸大トラベルホテル専門学校国際外語観光エアライン専門学校協賛北海道観光専門学校宇都宮ビジネス電子専門学校国際情報ビジネス専門学校日本外国語専門学校中国四国沖縄地方では未開校鉄道関係の専門学科のみを挙げる 現在、鉄道高校、大学があるのは東京だけだが、かつては東京以外にもあった。ありがとうございます。